オースキングです。ってことで今回は久々に選手紹介やっていきたいと思います。本当にヤバすぎるセンターフォワード、まあ持ってるならぜひ使ってほしいですね、っていう選手をちょっと紹介していこうかなと思います。っていう選手はこちら、ハビエル・サビオラーってことでね、もうほんとマジで化け物です。ちょっとね、育成ドリブル14、クイック8、脚力8、エアバト4と、本当にドリブル育成です。まあドリブル育成とは言っても決定力80あるんでね、まあ全然やれる選手なのかなと。で779試合、269ゴール、125アシストと、もう本当にね爆速センターフォワード、まあこの環境本当に超低身長型が強いかなって本当に思うんでね、まあ超低身長型のセンターフォワード、ラインブレーカーでね、まあめちゃめちゃ強いんでね、ちょっとプレイしてね撮ってきたんで、そちらの様子見ていただきたいと思います。ぜひねチャンネル登録高評価忘れずよろしくお願いします。ってことで早速ねプレイ集の方、まずここサビオラのコンカと、素晴らしいですね。クライフからここサビオラ、サビオラ、サビオラ早い。でアウトスピンと、でここのシーンも、ここでムバッペからサビオラが落ち着いてコンカと、ってことでね早速ちょっと試合の方を見ていただきたいと思います。お相手さんお願いします。まあこちらもねちょっと配信の切り抜きではありますが、まあ右下にねちょっとアプリのマークついてますけど、もう本当にねサビオラのこのタッチの細かさとかね、こうボディコンの強さ、まあ超低身長タイプながらのねスピードに乗ったドリブルの使用感の良さ、まあいろんな部分ちょっと見ていただきたいと。さあメッシからサビオラで、サビオラのコンカと、落ち着いてますよね。まああのシーンはもう誰でも決めれるかなっていう感じもしますが、まあやっぱりまあ僕コンカつけてるんでね、サビオラに、もう本当に最強です。このサビオラ持ってるならもう本当ぜひ使ってほしいですね。お相手さんに振られつつ守備もねうまくこうマッチプレスかけるとこかけないとこ、さあここもムバッペとサビオラのワンツーから最後サビオラと、このしっかりねセンターフォワードとして中にこう入り込んでくる、ああいうところもいいですよね。やっぱりめちゃめちゃ強いんでね、もうほんとサビオラ環境かなって個人的には思ってるんで、さあここもムバッペが高い位置で奪うと、中に折り返し、ここはねうまくお相手さんがブロックと、まああそこも通ってれば1点だったのかなっていうシーンではありますが、さあサビオラ、クライフ、メッシ、ムーアッペ、なぜかここはね僕たちのファルでしたね、あそこはちょっと謎でした。さあムーアッペからサビオラ、ああいうところもちょっとね普段っていうか、まああそこは潰されたシーンではありましたが、結構ねボディコンあるんで結構潰されないことが多いんですけども、まあ前半2対0ということで、それにしてもやっぱりサビオラは本当に環境に適してる選手かなって個人的には本当に思います。後半お願いしますということで、サビエラからサビオラ、本当サビオラがねこう起点になって結構試合のペースを握ってくれることが多いんでね、さあクライフからサビオラ、さあメッシ、ムバッペ、サビオラでクライフと、ナイスパスですよね。でここでサビオラが受けてワンシュート、素晴らしいです、本当に素晴らしいです。もうこの3得点全部ねサビオラのゴールなんで、さあ高い位置でサビオラ奪う、ここで特殊かましてサイドに叩く、もう一回もらう、
さあサビオラ、さあサビオラ、負けない、負けない、決めると、もう最強です本当に。サビオラ劇場かなと。まあ4得点全てにね絡んでくれて、てか4得点全てがねサビオラのゴールだったんでね、ここでお相手さんギブアップってことで、いかがだったでしょうか。本当にサビオラのこの活躍、もう本当に現環境ね、めちゃめちゃ適してる選手かなって本当に思う選手ではありますね。まあぜひね、持ってる方はもうぜひ使っていただきたいと。779試合、269ゴール、125アシストと、もう本当に最強センターフォワードだと僕は思ってます。まあライブレでね、もう能力値がもう本当バケモンですね。まあ僕はまだクロップ監督なんでシャビアロンソ買ってないんでこの能力ですけども、まあシャビアロンソ買えばもうちょっと能力値も上がるのかなという部分もね、まあ見受けられますが、まあクロップ監督で、ね、ここまでやれてるんでね、まあシャビアロンソ監督持ってる方はもっともっと能力値上がってくのかなと。でダブタ、ジクーラ、アシューラ、ヘッダー、コンルー、アクロバティックシューズ、ヒールトリック、ワンシュー、テザンロー、ロブ、マレーシアと。で僕はスキル追加でエラシコ、ミドル、スルーパー、アウトスピン、コンカと、もう最強スキルを5つね付けさせていただいて、まあ僕はエラシコつけて特殊で使ってますが、まあエラシコつけるかどうかはね、まあ個人の判断によるんでね、まあ前の環境がね本当特殊ダブタ強かったんで僕は特殊にして使ってますけど、まあ現環境でも全然ね特殊でやれるのかなと個人的には思っております。まあぜひね本当持ってる方はこのサビオラね使っていただければ、まあ、強さがさらに分かるんじゃないかと。まあ改めてですけども、まあ育成ね、もう一度ドリブル14、クイック8、脚力8、エアバト4と、もうほんとね操作性操作感めちゃめちゃいいんでこの育成、まあぜひこの育成を真似して使っていただければね、このサビオラの強さがねさらに分かるんじゃないかと。でこの辺でねちょっと今回ねサビオラの選手紹介ということで動画の方終わっていきたいと思うんですけども、まあぜひね持ってる方は何度も言いますがぜひ一度ね使っていただけたらと思っております。で現環境ね本当超低身長タイプまたは低身長型のね選手たちがね本当強いと思うんでね、まあそれはドリブル、シュート、パス、もう前線の選手はもう本当に低身長タイプ型のね選手が強いと思ってるんで、ぜひちょっとその点を頭に置いてぜひ使っていただけたらと思っております。まあ僕はねまだクロップ監督ですけども、シャビアロンソもまあ後々買おうかなという部分もね考えてるんでね、まあもうちょっとしたら動画もいろいろね出していきたいと思うんで、この動画見たいよとかこういう選手もいいですよとかあればコメント欄に書いてくれるとありがたいです。ということでチャンネル登録と高評価だけ忘れずよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。